ジェナの反応は完全にロスト。もうこっちにはいないのかもしれない。代わりと言ったらなんだけど、小型のホムンクルスやモールで見た触手があちこちにいるみたいだから注意しろ。情報開示、情報開示。情報開示。
情報開示。
アイリス起動。聞いて、ジェナの反応を捉えたわ。第三六地区に出現した隊長は東に向かって高速で移動中。ネウロン部隊全員に非常招集をかけたんだけど、各地に出現したホムンクルスに足止めされている状態よ。ジェナの向かっている方向、まさか手薄になった本部襲撃が目的だったのか。そうか、だとすると狙いは一つしかない。オリーブ、地球司令の避難準備を頼む。俺もすぐに戻る。え、了解。あのデカブツはあんた一人に任せる。終わったらすぐアークに戻ってくる。俺一人でジェナを止められるかどうかわからないからな。じゃあ本部で待ってるぞ。情報開示。
なんとかなったみたいね。指令の避難準備はできているわ。アキラ君が戻り次第移動を開始する予定よ。帰還ポイントが分かり次第ヘリを送るわ。とにかくあなたもすぐに戻って。情報開示。